ストレイプテプリアでクフトシラコバトは、ハトメハトカに分類される鳥類の一種。シラバトのバトなどとも呼ばれる。全長約33センチメートル。死有動植。全身が肺褐色で、セトオは褐色味が増す。ユーラシア大陸や北アフリカが主日本に生息する個体は、江戸時代に移入されたものが野生化したと言われるが、 もともと生息していたという説もある。生息区域は関東地方北東部である。一時期は埼玉県東部にまで狭められ、1956年1月14日には種として国の天然記念物に指定された。その成果もあり、最近は群馬県南部でも生息が確認された。これとは別に山口県萩市の三島では、 朝鮮半島から飛来したと考えられる個体の観察記録が残る。埼玉県の県庁及び越谷市の市の鳥であり、埼玉県のマスコット、コバトン、埼玉地や埼玉県議会のマスコット、ポッポ、埼玉県警察のマスコット、ポッポくん、ポポビちゃんのモチーフにもなっている。同様、鳩ポッポは、その鳴き声をモチーフにしたとされている。 白子場とゆえ園の埼玉県の施設としては、越谷市、埼玉市岩月区に白子場と、水上公園、埼玉市西区に、埼玉県立大宮武蔵野高等学校がある。また、越谷市のキャンベルタウン野町の森では、2008年8月1日より、有志2話ずつ、計4話の展示が行われている。また、東松山市の埼玉県、 子供動物自然公園では2009年4月から展示を行い繁殖に努めている。埼玉市大宮区の大宮公園小動物園にも2010年8月29日から有志2話ずつ計4話が埼玉県子供動物自然公園から送られて展示を開始したが2011年10月から埼玉県の研究機関で飼育していた25話を譲り受け フライングケージ内での展示が行われている。2019年2月に公開された映画、飛んで、埼玉にも東京都民に紛れ込んだ、埼玉県民を判別するための踏み絵として、白子バトが描かれた草加せんべいが登場している。ありがとうございます。